あ、お失礼しました。音出ました。はい、タイガー亮ゆい。はい、塾長の特別配信を見れていいですね。はい、止まり気味だって話だけども大丈夫かな。ネットワークがちょっと今ね、この辺は不安定ですね。はい、今ね、この大仏、牛久の大仏の上まで行ってきました。おっと、行ってきましたよ。後でレポートしますね。これどこから行くんだっけ、これ。あ、ここか。で、今から戻ります。教室の方に戻りたいと思いますね。おお、涼しいです今日はね。ここはですね、牛久は、塾長住んでる土浦からですね、大体車で、15か20分ぐらい、20分ぐらいの場所にあります。はい。来た時と反対の方から回っていきたいと思います。下から見るとこんな感じで、どうですか。どう？見た感じは。上見てるからね、ちょっとすぐ歩くときにすごい形になってます。はい。今大仏の下あるね、下を歩いております。おお、手が見えてきた。見えてるかね。見えてますかね。よし。こんな感じ。よし。感じですね。見えてますか皆さんね。それは、はい、それではじゃあ、門の方に向かって、出口の方に向かっていきたい。入り口かだね。気候もいいですね今日は。って行くんだって。で、逆からだとダブツミアムナって感じ。ダブツミアムナ。おっちょ、いいショット。お、
大仏の手のとこから飛行機が、うわーすごいね。今ジェット機がね、ちょうど大仏の指の先から出ました。すごかったすごかった。わ、あの鐘いい音ね。鳴らしましょう。低い音はこんな感じだ。じゃ今から塾長が鐘をね、鳴らしたいと思います。この鐘の意味はどんな意味なんでしょうか。でかいねこれ。これもでかい。こっちでもでかい。じゃあこちらすごくない？この中に入ると音消えるの。ちょっとチェックして、チェックして。音の実験、これすごいよ。いくよ。こんなこと鳴ってるじゃん。これが反響、あの外にこう音波がこう出るじゃない。中にはこう音波で広がらないから音は消えるの。すげえこれ、すごいすごい、驚きます。ちょっとすごい、あんま向けないで OK。すごいね、すごいね。ネット不安定。大丈夫完璧に音が消えるすっげえすごいね。やはり鐘の中には音のほら音波が響いていかない、広がっていかないから消えるんだよ音がということで、思わぬところで理科の音の、実験ができてしまいました。びっくりです。鐘の中身は音が聞こえない、音が止まってる。外側にバーンと広がってるよね。中は止まってる。すごい発狂してしまいました。はい。もうそろそろこの大仏はもう4時で閉館なので、大仏の、あ、5時か。5時でね、閉館なので、5時もう入ります。さっきね、窓、細い窓があったの、あのね、はい、あの大仏の真ん中、胸のところに細いね、窓が3つあるね。そこなんですね。はい。あの面白いなさって、さっきのね3つの窓があって、中では、そうだね、1つの窓から窓まで3歩か4歩歩かなきゃいけないのよ。3、4歩歩いて、窓から見るんだけれども、外に見える風景は全く変わらないの。これどういうこと言いたいか分かる？右から見た外の風景と真ん中の風景と左側の風景が全く変わらないの。中では動いてるんだよ。自分はもうね、合計10分ぐらい動いてるんだよ。それなのに外は変わらない。これは視点を高くすれば物事は変わらないということの教えだよね。わかるかな、ね、ちょっとのことで、僕たちはね、ちょっとのことで人間はあっち行ったりこっち行ったりこう心が揺れるよね。でも実は外に行ってみると何も変わらない。一点があるだけという。これはもう本当に、地点が高いところから見るとね、そういうことが言えるという、これを教え、いい教えを今日は得ましたね。そんな。そしてそこには、お釈迦様のね、初回釈迦如来三尊堂像、三尊堂像、三尊堂像がありますね。
そこの中に入りたいんだけど入れないんですか。もう日本のね、こういういろいろな仏教のいろんな宗派の仏教があるけれどもね、全ての元はお釈迦様のね、インドの大天才お釈迦様のね教えが元なんですね。お、映ってるとこいいね、シルエットになって見えますか。はい、お釈迦様の上の字ほわんとこう背後に浮かんでますね。はい、素晴らしい。三尊像というのがね、はい、これは親鸞聖人ですね。親鸞ね、歴史も出てきますね。親鸞のどこかで見たね、おじいちゃんのカードを見たら親鸞さんでしたね。はい、上先生が今、鐘を叩きました。というわけで、牛久の大仏特集いかがだったでしょうかね。今日はね、思いがけないここに来ましたけども、大仏見えますかね。これは実は、塾長のお部屋からもちっちゃく見えますね。はい、どうでしょう。各校の先生方もね、実際に目でね、見てます。筑波からね、こう、ほわーんとこうね、立つ写真をね、見せて、もらってくださったね。はい、私のみんなもこれ見てるかな。ね、こんな感じで近くにあります。またこちらに来るときは、ここもね、ぜひ行きたいですね。はい、というわけで、それでは、さよならと言いたいんだけども、さよならを。あ、こうするか。はい、こんな感じで、塾長はここにいます。はい、それではまた、さよなら、失礼します。